アップル。僕の名前はアラミア・サトシ。今年で確か17歳。誕生日は忘れてしまった。わけあって、東京郊外のだだっ広い空き地に一人で住んでるから、変わり者だと思われてるけど。僕は至って平凡な男の子だと思っている。え？なんでそんなところに住んでるのかって？あれ、今日いつもより早いな。だって、町に住むと人様に迷惑がかかっちゃうから。もう、朝ごはんもまだなのに。戦車大隊3つとバギー5台、歩兵100人。今日は少なめだね。ご飯冷める前に終わるかな。2年前、学会で発表されたある論文が僕の人生を変えた。究極進化論。論者によれば地球は生きていて意志があるという。いいか、我が軍の一心にかけて今度こそ奴を捕らえろ。ある時この星は自身に迫る重大な危機を察し、ある生命体を作り始めた。アップルと名付けられたその究極の生命体こそが僕。論文の発表後、僕が発見されるとこの学説は裏付けされ、僕は世界中の人間から狙われる羽目になった。こっちに来たぞ、逃げすな。みんな大げさなんだよね。アップルの能力その1。来た。動物になれる。正確に言えば地球上のすべての生き物に変身できる。目標、第3部隊と接触。戦車が次々と撃破されてます。分かってるな、必ず無傷で捉えるんだ。捕獲用の兵器が使用するな。うぎゃー。アップルの能力その2。よく狙え、特製の催眠ガスなんだ。眠ってしまえばこちらのものだ。超能力が使える。第一大隊全滅。もうやった、かかったぞ、捕まえた。ざまあみろ、強化カーボンチューブ製のネットでどんな生物に変身しようが破れないぞ。さあ観念し。まさか空気中の微生物なんかにも変身でき。ギャー、撤退、撤退しろ。動けるものは眠ったやつを運び出せ。俺も嫌だ。6分38秒すごいな。しかも毎回一人の死傷者も出さない。地球を救う鍵であるアップル、彼を手に入れることは世界の主導権を手にするに等しい。アラミア・サトシ、必ず僕が手に入れる。はあ、やばい、確か味噌汁火にかけっぱなしだ。急いで戻らないと。ちょっといいかな君。ん？まずは初めまして。私はグリム・スチュアートというもの。こんにちは、アラミア・サトシさん。どうか警戒しないでほしい。怪しいものではないんです。あなたと少し話がしたい。危害を加えるつもりはありません。あ、そうなの。じゃあさ、僕今から朝食なんだけど一緒に食べる？いえいえ、わかります。すぐには信用できないでしょうが。って今僕朝食ご招待された？ご招待されました、坊ちゃん。おい、何一発で信用してんだよお前。警戒旋回警戒、お前世界中から狙われてんだぞ。危機感を持て、危機感を。ええ、だって今警戒するなって。あれ、だから信じるなよそれを。罠かもしれないだろうが。アホかお前は。そんなことより急がないと味噌汁が。
あと朝の連続テレビ小説おしんこが始まってしまう。そんなことはそっちだよ。己やるな、アップルめ。いきなりペースを乱してくるとは。だが好都合だ。今に見てろよ。こちらがお住まいですか？ああ、2年前から僕がコツコツ建てたんだ。いい家でしょ。きっとね、ボロ。では、早速本題に入りましょうか。究極進化論。何を隠そう、あの学説を発表したのはこの僕なんですよ。世に言う天才児というやつでして、論文を発表したのは10歳の時。あなたの存在を予言し、そしてあなたが現れた。本日の要件というのは、あなたの身柄を我々に保護させていただきたいのです。あなたがこんな生活を送る羽目になったのは私のせいだ。今までさぞおつらかったことでしょう。我々ならば快適な暮らしを提供できる。僕に住む場所を変えろっていうの？その通り。もちろん安全は保証しますし、お望みならば何でもご用意いたしましょう。え、絶対嫌だし。うん。え、今なんと。嫌だって言ったの。嫌だよ、ここを離れるなんて考えられない。なぜ。今の生活が気に入ってるし、ここが好きだ。僕はのんびり静かに暮らしたいんだよ。だからここに住んでるんだから。わざわざそんな監視まみれの生活なんてごめんなの。お見通し。そうですか。でもこの話を聞いてもそうおっしゃいますか？あなたはアップル。遠からず起こる危機から地球を救うためだけに生まれた命。それがあなたの存在意義だ。ならばそれが失われたら、地球を救う、それだけのことをなし、役目を終えた時、あなたは死んでしまうかもしれないんですよ。そうなんだ。はぁー。ん？カルー！ちょ、おま、他にリアクションないのか？シャレでもなんでもないんだぞ、今の。そう言われても。分かってんの？死ぬっつってんの？どういう神経してんだよ。だったらなおさらそっとしといてくれないかな。絶対変だよ。いいのかよ、お前は。それで理解できん。いいも何も、それが本当ならどうしようもないでしょ。人間みんないつかは死ぬんだし、遅いか早いかだけで、要はそれまで目いっぱいハッピーに生きればいいってだけの話。綾小路きみまろも人間の死亡率は 100% だって言ってたし。ん？誰？日本の哲学者？好きなところに住んで、好きな音楽聴いて、好きなテレビ見て、気ままに暮らす。それってすごく素敵なことじゃないか。な、こいつ、それで何も不満はないのか？僕が死んで地球や他の人が助かるならそれでいいじゃないか。こいつはなんて純粋な人間なんだろう。アラミア・サトシの過去については当然事前に調べてある。4歳の時初めて施設に拾われてから、その後いくつもの施設を転々とすることになる。子供の頃からあの特異な力があったためか、辛い仕打ちを受けてたようだ。だがそれだけではない。彼をもし生物として分類する時、実は人類とは違う種として分類される。生物とは違う種に対し残酷だ。特に人間など他の人類を全て皆殺しにして生き残ったのが我々ホモサピエンスだ。もしその本能が正しく機能したならば、彼の受けた苦しみは筆舌に尽くしがたい。その後彼はわずか10歳にして天涯孤独、一人社会に放り出される。しかし彼はこう言った。不幸？全然そんなことないよ。だってこうして生きてるんだもの。なんていいやつなんだ。初めは口車に乗せて操ってやろうと思ってたけど、気が変わった。決めたぞ、僕もここに住もう。そしてお前が死ななくても住む方法を一緒に考えてやるぞ。おかしなことになった。坊ちゃん、本気ですか？当たり前だろ。さあ準備だ。え、僕に同居人ができた。チャンネル登録はこちら。
ちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。